なんかちょっと明るくなったね。周りの観察をしよう。敵はいないな。よし、浄化しようぜ。オッケー。さあこれで探索範囲が広がった。おいおいおい。結界が。あら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 。出られんくなったんちゃうのこれ。これも考えればわかることが。おいおいおい。皮肉はいい。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。結界の要、あれか。まず一つだ。15分以内だ。どこにある？え、いっぱいいる？もしかして。あ、2体いるかも。で、これだ。これで2つ。オッケー。結界が消えない。まだあるはずだ。よいしょ、よいしょ。これで終わりだ。よし、こいつで最後か。ん？いったかな？戦わなくて済む？これで。おい、さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか？うん、疑ってるぜ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸につながる電話だ。それと使うにはテレホンカードが必要だ。それも探す必要があるな。なんでわざわざテレホンカードなんか必要なんだよ。江戸の趣味だ、本人に聞け。テレホンカードを探す。綺麗な三毛猫だね。模様の違うオレンジ色の電話ボックスで、エドに電話すると。悪いが今は手が離せない。想定外のことが多すぎてね。なので現状の報告だけ行う。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。 KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。うん、以上だ。のみ。ったく人間嫌い。め、地蔵通りの駐車場か。江戸たちが待機していた場所だな。行ってみるぞ。見守ってくれそう。そうだな。そんなことよりこれよ。すごいな、この発想すごいね。白線揺れちゃおうぜだよ。まだ、なんだあいつ。おっ、こいつをなんとかしようぜ。ジャスガで返せるけれど危ない。なんかこいつの攻撃早いな。痛い。チャン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 、5発。いや、貫いてくるね。ちょっと KK、 力を貸してくれ。いくよ KK。 待たせすぎだよ。悪い悪い。よいしょ。あー怖い。いやー、百鬼夜行うぜ。いや、でかいな。あんな敵見たことないし。こいつが怖いんだよ。コインロッカー、これか。
エリカへ戻ってくる気があるなら、霧ヶ丘団地シート302号室で待ちなさい。私も必ずそこへ行く。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。すごいな、その自信。ちなみに実況外でずっとこいつら集めてます。お？何道草を食っているんだ。リンコ、急がないと奴の思う壺だぞ。霧の発生源はそこから南西の社だ。南西。ああ悪かった。ところでエリカは見つかったのか。エリカ、いや今はそれどころじゃないからな。ともかく急げ。合流できてないよ。随分冷めた態度だな、リンコ。らしくないぜ、エリカ。なんだあいつ、これがエリカ？動けない。何かを教えようとしているみたいだ。これがシート。さて、どっちを信じる？俺は決まってるぜ。じゃあまあエリカさんの言うことを信じてみようか。さあ入っていこう。302号室。おちゃん、何かあるはずだ、調べよう。ん？猫がおる。この人誰だろう。このそろそろ出ていくか。猫飼ってるんだね、この団地。なんか懐かしいな、昔の古い家こんな感じだったの。ずいぶん買いだめしてるな。おーちゃん。誰？リンコ。いや、もう一人いる。こいつ病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。ああ。吸われちゃった。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。あ、そういうことか。ご飯ないよね、かわいそうに。うん、びっくりした。二人で猫を飼っていたみたいだね。ご飯ここにいっぱいある。養生テープ。さあじゃあ行くか。うん？分かんなくなってきたぞ、ますます。私の正体がバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあ。もう騙し討ちの必要もないな。すごい急に景色変わった。ここに閉じ込めてあげるわ。なんだ。腕がない。消えた。どこかにいるはずだ。探すぞ。偽物のリンコさんだったよって話だ。おい、すげえな。